Xbox Xbox クラウドゲミング Xbox クラウドゲミングはマイクロソフトの Xbox クラウドゲームサービス。利用するには Xbox ゲームパスアルティメットに加入し、専用のアプリまたは専用のサイトからログインする必要がある。マイクロソフトが E3 2018で本サービスをティザー公開し、その数ヶ月後の2018年10月に。 プロジェクトズクラウドを正式発表した。同社は2019年3月にサービスのデモを行い、Xbox One コントローラーを用いて、Android スマートフォンで、ベースゲーム、フォルサホライゾン4をプレイした。Xbox の責任者、フィル・スペンサーは、この間にプライベートサーバーを使用して、リモート接続でゲームをテストしていた。本サービスは、10月の正式発表に合わせて、 社内テストが実施され、2019年5月からは、公衆ネットワークでの社外テスト、竹褒めに移行した。マイクロソフトは、同社の Xbox コンテンツライブラリーにより、ステーディアなどの競合他社よりも、魅力的なサービスになると述べている。ローン知事のハードウェアは、Xbox One、S ベースのブレードサーバーを使用していたが、2021年までに、Xbox シリーズ、 X ベースのサーバーに移行する予定。各サーバーには当初2018年のティザー用に4つのカスタマイズされた x b o x One s ベースのユニットがあったか2019年のサービスローンチ用にニューの筐体内のサーバーごとに8つと倍増した。標準の XBOX1S と比較して プロセッサー固有の電力調整により、消費電力を30%削減している。映像出力は 120Hz に設定され、冷点子を低くしている。ソニーインタラクティブエンターテインメントのデュアルショックコントローラのサポートも行われる予定。2020年5月5日、プロジェクトズクラウドのプレビュー版がスペインでリリースされた。2020年7月16日、 Xbox Game Pass と Projects Cloud を統合し、Projects Cloud で Xbox Game Pass タイトルのプレイが可能になることを予告した。開始時期は9月を予定し、利用料金は Xbox Game Pass Ultimate に含まれる。2020年9月15日、世界22の国々の Xbox Game Pass Ultimate 会員に向けて、Android 版のベータ版を 正式リリースした。2020年9月24日、XBOX 東京ゲームショーショーケースにおいて、2020年開始と予定していた XBOX プラットフォームのクラウドゲームサービス、プロジェクトズクラウドを日本において、2021年前半に延期すると発表した。2020年11月12日、マイクロソフトは日本国内におけるプロジェクトズクラウドのベータテストを 同年11月18日より開始することを発表した。また、本プログラムへ向けた参加登録の受付を同年11月12日より実施した。2021年4月20日、マイクロソフトは海外でのサービス名をプロジェクトズクラウド改め、Xbox クラウドゲーミングと決定し、Xbox クラウドゲーミングのアルファ版を4月20日より、 世界22の国々で開始することを明らかにした。しかし、日本は対象外となる。日本国内においての名称は、プロジェクトズクラウドのままで、ベータテストをできるのは、アンドロイドのみである。また、これまでは、アンドロイド版は提供されていたものの、iOS 版には提供されないという状況が続いていた。この状況は、Apple が他社製、クラウドゲームサービスの iOS 版を、 アップストアの利用規約に反しているとして認めてこなかったことが原因だった。マイクロソフトは利用規約違反という状況を避けるため、アップストアを用いないブラウザ版の開発を進め、iOS では専用のサイトにログインし、Xbox Cloud ーミングを提供する方式になった。Windows 10版は iOS 版と同じ専用サイトで提供され、 Xbox アプリでも提供される。2021年6月28日、同年4月20日に、世界22の国々で開始されていた Windows 10、iOS 版の Xbox クラウドゲーミングの先行体験版を終了し、Windows 10、iOS、Android の Xbox クラウドゲーミング、ベータのサービスを世界22の国々向けに正式に開始したことを、 発表した。なお、日本は対象外である。2021年8月25日、マイクロソフトは2021年末に Xbox クラウドゲーミングをコンソール向けに配信することを決定した。それにより、Xbox Game Pass Ultimate 会員は、Xbox ゲームパス対応ゲームをインストールせずに遊べるようになる。さらに Xbox One では、 Xbox シリーズ XS 専用タイトルの一部を Xbox クラウドゲーミング経由で遊ぶことができるようになる。2021年9月30日、東京ゲームショー2021において、プロジェクトズクラウド改め、Xbox クラウドゲーミングを日本を含む4カ国に、同年10月1日に正式リリースすることを発表した。また、日本でも Android に加え Windows 10、 iOS でもプレイ可能になった。海外同様、ベータサービスとなり、契約的、あるいは技術的な問題から、Xbox ゲーム、パスと、プレイできるタイトルは同一ではなく、厳選された一部が遊べる仕様となっている。Xbox シリーズ X の介護完成により、Xbox クラウドゲーミングは既存の、Xbox ゲームのライブラリーを保持しつつ、 Xbox シリーズ X の新しいゲームを追加できる。Xbox ゲームパスライブラリーには2021年2月現在185本のクラウド対応ゲームがラインアップされている。コントローラーを使わずにスマホ単体で操作するタイトルも少数ではあるが本サービスに対応しており、ヘルブレード、セヌは S サクリファイスはフルタッチ操作に対応する最初のゲームであった。 まずはじめに、プレイできる環境が構築されているかどうか確認する。Xbox ゲームパスアルティメットに加入しているか、対応しているコントローラーを持っているか、速度が 10Mbps 以上である 5GHz 帯の Wi-Fi に接続されているか、または速度が 10Mbps 以上のモバイルデータ通信ができる環境か、対応端末を持っているか、 アンドロイドアップルデバイスサファリブラウザで xbox.com スラッシュプレイに入り、ログインする。ブラウザ共有ボタンからホーム画面に追加する。通常のアプリと同様にホームにアイコンが追加される。Windows 10、Windows 11、Xbox One、Xbox The r e s u S レビュアーからの本サービスの第一印象は概ね、肯定的なものだった。T モバイルの LTE 回線で、 ダウンロード速度が 25Mbps しかない。環境でプレイしても画質に影響はなく、移動中のバスや電車でのプレイでも画質の目立った低下はなかった。レビュアーの報告では、ゲームがコンソールのハードドライブではなくより強力なリモートサーバーで実行されているため、携帯電話でのゲームの起動が早く感じられるほか、ロード時間も最小限に抑えられ、 PC ゲーム体験に近づいているという。Xbox Cloud Gaming は、Xbox Wireless Controller ーーを使用して、動作する本サービスは携帯電話で動作し、ゲームの操作には、タッチパネルか、Xbox Controller ーーを用いるように、設計されている。140カ国でホストされている、Microsoft の54カ所の Azure、クラウドコンピューティングセンターを介して実行される。 マイクロソフトは2021年にサーバーアブレードをより、高性能な XBOX シリーズ、X ハードウェアにアップグレードすることを計画している。XBOX クラウドゲーミングは、Android 6.0よび Bluetooth 4.0以上の Android スマートフォン、またはタブレットで動作する。対応デバイスの例として、Samsung Galaxy Tab S5E、1Plus 8、Galaxy S20 Ultra などがある。 マイクロソフトは iOS デバイス用ズクラウドのリリースを計画していたが、同社は2020年8月に iOS のテストを中止し、Apple のアップス d ールのポリシーによってサービス向けに提供できる機能が制限されていると主張した。Apple は Xbox クラウドゲーミングのようなクラウド配信サービスにより、Apple が他のアプリに対して行う通常のチェックを回避して、 マイクロソフトが iOS プラットフォームにゲームをリリースできるため、プラットフォームでのアプリの許可はしないと明らかにした。しかし、2020年9月に Apple は App Store の審査ガイドラインを改定し、Xbox クラウドゲーミング及びその他のクラウドゲームアプリが iOS で動作することを許可した。しかし、アプリ内でゲームのカタログを作成することは許可されているが、 個別のゲームごとにアプリをアップストアからダウンロードさせること、ゲームのアップデートごとにアップストアの審査が行われること、ゲームの購入あるいはアプリ内の購入は全て30%の手数料を徴収するアップルの支払いシステムで行われることといった条件が付された。マイクロソフトはこの変更に否定的な反応を示し、次のように述べている依然として、 これは消費者にとって悪い体験となります。ゲーマーたちは映画や音楽でそうするように、1アプリ内のカタログから直接ゲームをダウンロードしたがるものであり、クラウドから別個200のアプリをダウンロードしたがりません2020年10月、マイクロソフトは Apple の制限を回避するために、Xbox クラウドゲーミングを App Store の制約によって、コンテンツが制限されない。 ブラウザベースのアプリケーションとして iOS に導入する可能性を示唆した。後に、同社はこのアプローチを使用して、ブラウザ経由で PC と iOS デバイスの両方に提供し、2021年春にリリースすることを発表した。マイクロソフトは、本サービスが2021年春に Windows10 コンピューターで利用可能になると発表した。スペンサーはまた、 マイクロソフトがスマートテレビやストリーミングスティックにサービスを提供することを検討していると述べている。ありがとうございます。